はい、こんにちは、この子猫です。今日の1日1冊は、ハ、は、イ、い、アウトプットマネジメントです。インテルの元 CEO、アンドリュー・エス・グローブが、人を育て、成果を最大限出せる主張をまとめたのが本書。メタ、まあ、旧フェイスブック、CEO、マック・ザッカーバーグも帯でね、本書を絶賛していますが、まあ、読んでみると、その理由も納得ですいや。人をね、育てる著者の哲学がシンプルに。 まかつね、本質を鋭くついた一文で述べられているものが、まあ、本書にはね、たくさんあり、まあ、それらがね、われ読者にビジネスにおいて行うべき指針をね、明確に示してくれているんです。まあ、例えばね、著者は冒頭において、マネージャーの成果、アウトプットは以下の、ね、方程式で成り立つと説きます。マネージャーのアウトプットイコール自分の組織のアウトプットプラス 自分の影響力が及ぶ隣接諸組織のアウトプット。プッいいやもうね、ままさにそののの通りだと思います。自分の組織の成果だけ出すことしか念頭になく、まあ、自分の、ね、周りの組織の成果を上げようとしないむしろ自分の組織以外の成果は下がろうと構わないとね思っているマネージャー少なくないような気がします。 マネージャーは自分の組織に責任を持つのは当たり前ですが、まあ、それプラス、周りの組織の成果を上げるのも同様に必要なんです。まあ、このね、周りの組織の成果も上げるという考えを持つことこそが、平社員からマネージャーに昇格するために必要なマインドの一つなのかもしれません。もう一つね、刺さった言葉を紹介したいと思います。何かにイエスということは、他のことにノーと。 暗黙に言うことだいや。これもまさにその通りですよね、まあ、上層部への忖度のためや、まあ、現状を変えるのが億劫なために、まあ、既存のやり方にイエスと言い続けるマネージャーもまたね少なくないような気がします、まあ、既存のやり方にイエスということは他の全てのやり方にノーと言っていることに本質的には変わりありません逆を言えば何かにノーということは本質的に正しい何かに イエスと言える可能性を増やすことにもつながります。まあ、正しいものにイエスというためにも、ただの、ね、忖度や慣例的に続けているものに対して、ノーと言える存在にマネージャーはなるべきだと本書は説いているのです。また、あ、こんな感じで著者の、ね、人を育て、成果を最大,大限に出させるための手法がシンプルなメッセージと共に紹介されている本書。まあ、管理職の方には、ね、必ず役に立つ一冊かと思いますので、ぜひはいアウトプットマネジメント、読んでいただければと思います。 このようにこのチャンネルでは毎日1冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。